神奈川県りくりささん19歳です。今週の日曜日に親には夜バイトって言ってるけど本当は気になってる人と花火見に行きます。ちゃ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 、おいおい待ってくれ、花火の季節ってこんな早かったんかい。おっ早いわ、悪い早いわ、俺リクリサって花火の季節早ないかい。俺の名前ちょっと入ってるやん、ね、リサさんなんかあんたびっくりしてる、びっくりしてる、家で聞いてる子が。ごめんなさい、この人ら情緒ないのって情緒不安定やん。いやもうあのもう僕もう天跳ねなんで。すいません。いいっすね。石川県ういちゃんさんから、実は私1年前に告白された同級生のことが気になって追いかけてる自分に気づいてしまいました。逆パターンね。いや痺れるぜ。それが本物の恋愛ですよ。あ、恋が愛に変わる瞬間ですよ、これはきっとね。絶対物にしてください。うん、1年ね、今気づいてる自分っていうのは本当に本能で追いかけてるわけですよ。それこそ多分見た目とかじゃないの。でもリア充になった瞬間僕はバチバチ戦いに行きます。最悪やで、ほんま怖いって言わん方がいいですよ。ほんまここにも言えない秘密にしてください。すいません。カジュマルさんからです。今彼氏がいるのですがお互い名字を知りません。親にも友達にも当然知っていると思われているので地味に名字が知りたくてしょうがないことを周りに言ってます。怖い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 、やめてやめて、怖いわ。え、そこは知っとこう。うん、素直に聞こう。私何何何って言うのっつって、うん、だからなんとかして彼の保険証を奪うしかないですよね。保険だから怖い、うん、え、なんか保険証の色って何色やったっけとか言って貸してって、ね、あ、斎藤って言うんやとかさ。それがいいよ、学生証とか見ればいいのに。ねね、そんなことある。怖っ。いやー、いや衝撃、ヘビーだな。